アイゼナハ車両製作所、アイゼナハ自動車製作所、O、は、かつてドイツのアイゼナハに存在した自動車製造企業。ドイツで3番目の自動車製造である、アイゼナハ車両製作所、ファエングファブリックアイゼニッチ、ふとして誕生し、100年もの間に、幾度も所有者の変更や、時代の情勢に翻弄されつつも、工場での自動車の生産が、現在まで続いている。 この項では工場をめぐる所有者編成の物語が縦糸となり横糸として以下のテーマが編み込まれる。1896年兵器製造のアイゼナハ車両を製作所として創業し、1898年フランスデコビル、ディーコビル車のライセンス生産を開始、ドイツで3番目の自動車製造会社となる。兵器から自動車までブランドはすべてバルトブルグ。 ウォートバーグだった。1903年、社名をデキシー製造と変え自社開発者をデキシー、イキシーブランドで製造販売した。第一次世界大戦後の1919 19年に豪太車両製作所の子会社としてアイゼナハ製造工場となり、この時、英国、オースチン社のオースチン7のライセンス生産でデキシーを引き続き製造した。1928年、 BMW 社が自動車製造に参入するにあたり、会社を買取し、オースチンとのライセンス生産を引き継ぎ、これが BMW の自動車製造の基礎となった。1932年、BMW は独自開発に切り替えるが、第二次世界大戦後、ソ連の占領下となり工場はソ連軍に接収される。以後、東ドイツの国営企業となるが、ドイツ再統一を経て、 現在は、オペル社の工場となっている。アイゼナハは、ドイツのほぼ中央に位置する都市である。ドイツが、東西に分裂していた時代は東ドイツに属していたが、その西側は西ドイツに隣接していた。その昔は、新生ローマ帝国の両方の一国、ザクセンイコールアイゼナハ公国であったが、1741年に、 ザクセンイコールアイゼナハ公のビルヘルム・ファインリヒが死去するとザクセンイコールバイマル公国との同訓練法によってザクセンイコールバイマルイコールアイゼナハ大公国となる。1871年1月18日にドイツ国の一部として統一され1877年に国語をザクセン大公国に改めた。アイゼナハ車両製作所の由来は アイゼナハにハインリヒアハルト1840年から1928年が兵器製造工場を設立したことに始まる。アイゼナハ車両製作所、ファエグファブリック、アイゼナハエジー、フエージーは1896年に建設され、当初は大砲と自転車を製造した。アイゼナハには町の起源であり、現在はユネスコの世界遺産である美し古城。 バルトブルク城があることから、ブランド名は、バルトブルク、ウォートバーグとされた。1898年、フは、フランスの自動車製造企業、デコビル、社とライセンス生産の契約を結び自動車、製造業に参入し、バルトブルクブランドで生産販売した。これにより、フは、ダイムラー、ベンツに次いで、ドイツで3番目の自動車製造業者となった。車は2種類あり、 4HP 空冷もしくは 5HP 水冷の2、気筒エンジンおよびトランスミッションは2足、または3足だった。1899年に世界初の国際モーターショーがベルリンで開催され、富社もこれに出展した。この時の販売数は10代足らずだったという。会社はさらに技術に力を入れ、世間の評価も高まり、会社の株も3倍に上がった。 主に息子のグスタフエアハルトが工場を取り仕切っており、従業員1300人規模の駐輪園、地方有数の企みとなっていた。ところが、富者は1903年に、すでに財政に問題を抱えるようになり、エアハルトと彼の息子は会社を去る。エアハルトは、故郷のゼラメイリス、駐輪園州に、エアハルトアウトモビル a ジを設立し、新会社で、 デコビル社のライセンス生産を継続した。会社は新たに社名を、デキシー製造、デキシーワーカー都市、1891年に、新技術庁として、ビリー・ゼックを招いた。ビリー・ゼックは、ノムロータリーエンジンを開発し、現在のロールスロイスドイツ社に続く会社で、活躍していた自動車の先駆者である、また、ベスターブルク。 出身のゼック兄弟の一人であり、ゼック兄弟は1883年の陽光路事業を手始めに機械製作を経てエンジン製作を行い各所に工場を所有していた。この体制からディキシーという車が生まれる。ディキシーとはラテン語の私は話したという意味である。文語帳で言えば、割れ語りけり、言うの現在完了形。 力士医者として代表的なものに1907年の U-35 がある。これは4気筒 7320cc で 65PS 以上を出力し、最高時速85キロを出した。その走行性能と信頼性の高さで、すぐに素晴らしい車と認められた。第一次世界大戦中は、自動車生産は中止され、軍用トラック、兵員輸送車、医療車用。 重機、運搬車両などを生産した。1918年、第一次世界大戦の敗戦と共に、ドイツ革命が起こり、1919年に、バイマル共和制となる。敵シー製造者は1919 19年に、自動車生産を再開、1920年には、旧大公国の境界線が拡大され、旧運元州が誕生した。の首都は、バイマルであり、 この時期の駐輪源は政治の中心でもあった。しかしながら1921年、デキシー工場は経営不振となり、豪太車両製作所に買収され、豪太車両製作所アイゼナハ車両製作所となる。ただし、デキシーはデキシーブランドとして継続して製造された。1920年代のドイツは不況の時代で、当時の6、24と9、 40の2つの大型モデルは販売が振るわず、会社は小型車市場への参入を考えるようになる。1927年に会社はオースチン自動車とオースチン7の製造販売に関するライセンス契約を結ぶ。オースチン7はベイビーとも呼ばれた小型車で1922年に登場しており好評だった。歴史工場の契約内容は年間2千台を生産し、 一台生産するたびにロイヤリティ量を支払うという内容だった。最初の100台は組み立て部品の供給を受けてノックダウン生産されたが、すぐにパーツもドイツで製造するようになり、リアルデキシーと言える最初の DA-1325PS が出荷開始される。DA とはドイツェオスフラグ、ドイツ仕様ともデキシーアウシチンとも言われ、左ハンドル、 LHD であり、人規格のメートルネジで製造された。しかし、それは、英国式のミニハンドル、RHD でインチネジ仕様のオースチンと、変わるところはなかった。日本で、同様のことを行うと、国産化と呼ばれる。複数種類あったシャーシが、外部コーチビルダーに渡されて、クーペ、ロードスター、ツアラー、セダンとして仮装された。ティキシーは程よい大きさの小型車として、 業商人のワゴン代わりに使われたほか、一社、エンジニア、そして一般市民にも購入された。人気があり最も多く製造されたボディは、ツアラー、ドゥアイアーズだった。ツアラーは4人が乗れて、セダンよりも安価だった。1916年創業の BMW 社は、1920年代末に自動車製造を目指し、時間のかかる自社開発より既存製品で、 市場性のあるものに狙いを定め、ライセンス生産しようとした。デキシー、デキシーもその候補の一つだった。BMW は、1928年10月1日、11月とも、いわれるに、豪他社からアイゼナハ製造工場を買収し、BMW アイゼナハ工場、BMW ワークアイゼナハとする。デキシーを、BMW は引き続き生産し、 これが BMW 最初の自動車となる。1932年自社製作の 320AM-1 を登場させた。62,864台がアイゼナハ工場で生産された。第二次世界大戦が1939年に始まると戦時体制で軍用自動車、軍用モーターサイクル生産に切り替えられた。同時に 既存の自動車工場に加えて、飛行機エンジン工場も建設された。1945年の戦争終了時には、工場の6割が破壊された。東ドイツの国営企業、ベーブ・アイゼナ派社となり、東欧諸国向けに自動車を生産した。当初は、BMW ブランドで、旧 BMW 社を生産したが、BMW の商標が使用できなくなったため、 1951年にブランド名をイムアに変えた。最終的には1953年に用となり、工場発足時のブランド名、バルトブルクの名を冠した車が製造販売された。東在ドイツの統一後、ゼネラルモーターズ産化、オペル社のアイゼナハ工場となっている。旧東ドイツの労働者の支出をベースにして、リーン生産方式、 看板などのトヨタ生産方式を MIT の視点で弱したものの試行を行い、大変良い結果を収めたことでも有名である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。